ZOZO チャンピオンシップの最終日。18番パー5の2打目で松山英樹が握ったのはコブララットスピードツアーの 5W。 その弾道はピンに舞い降りるかのように3メートル2にオンし勝敗を決めた。早速プロゴルファー中村治が指導して確かめた。 ZOZO チャンピオンシップでは現地取材に恵まれ、火曜日の練習ラウンドから最終日まで優勝した松山選手だけでなく、あらゆる選手たちのスイングや弾道を目に焼き付けてきたと、プロゴルファー、中村治。その中でも、最も印象に残ったのはやはり、松山選手の最終日。最終ホールの2打目だった。最終日の18番のグリーンで、待ち受け。グリーンサイドにある大きなビジョンで大ギャラリーと共に息を呑んで2打目を見て、中村は、力強いスイングで放たれたボールは静寂の中、ピンの真上から舞い降りるかのように落ち、大声援と共に3メートルにピタリと止まった時には、鳥肌が立ったと、その時の興奮を思い出す。その時に握っていたのは、コブラのラットスピードツアーの 5W。 早速メーカーから取り寄せて試打してもらうと、小さめなコンパクトなヘッドだが、コントロール性が高く打感もかなり良かったと評した。ラットスピードツアーの 5W は、ステンレスのボディに CNC で削り出した鍛造フェースを持つ 148cc。コンパクトなヘッドのフェアウェイウッドだ。ソール部に2本のレールを持ち、抜けの良さとネック調整機能によってプラスマイナス1.5度のロフト調整とライ角調整機能を持つ。シャフトはグラファイトデザイン社ツアー AD の純正シャフトの S フレックスを試打してもらった。見た目は非常にコンパクトでシャープなシェイプ。素振りしてみるとクラブとしてのバランスが良くて振りやすい。打ってみると球が上がりやすくて、ドロー。フェードの打ち分けもしやすく、コントロール性の高いクラブでした。中村治トラックマンで試打した、計測値を見てみると、ヘッドスピード42。秒速5メートルのややドローで放たれたボールのキャリーは230ヤード。スピン量2776rpm。弾道の高さは32.2ヤードと高弾道を表している。ランはトラックマンの設定によるので20ヤードと出ているが、実際にはそこまで転がってはいないだろう。コントロール性につながる。小さく塊感のあるヘッドで打つと、打感がしっかりと伝わってきます。初速も出ていますし、高さも申し分ないですね。フェードで打つと、スピン量は 300rpm くらい増えて、落下角度も42.5度まで増えたので、グリーンでしっかり止まるわけです。中村治チタン製の FW が増える中、あえて、ステンレスボディのコンパクトなヘッドを選んだ、松山英樹。コントロール性と弾道の高さ、初速のスピード、ラフからでも抜けの良い2本のレールと、改めてコブラのラッドスピードツアー 5W のポテンシャルの高さを感じたという中村。特にアスリートゴルファーにとっては武器になるクラブではないだろうか。